岡部幸雄、岡部幸雄、岡部幸雄、1948年10月31日体は、日本の元騎手、日本中央競馬会、JRA に所属し1967年から2005年にかけて活動した、群馬県新田郡京都村、現、大田市出身、20世紀後半から21世紀初頭にかけて、中央競馬のトップジョッキーとして活躍し、競馬ファンから、 名手の愛称で親しまれた。アメリカの競馬に感化され、馬優先主義をはじめとする理念や技術を日本に持ち込んだ。中央競馬において、特定の級者や馬種に拘束されないフリーランス騎手の先駆けとなったことでも知られる。1995年1月から2007年7月まで、中央競馬における騎手の最多勝記録、最終的には2943勝を保持した。 文中の GI 競争は日本のパート一国賞格前の GI 競争を GI 級競争は日本のパート一国賞格後の GI 競争及び JP ー競争を指す詳細については競馬の競争格付けを参照少年時代に中央競馬の騎士を志し馬事公演の騎士養成所に入学1967年3月に騎士としてデビューした 二年目の1968年に、ン馬東京タイムズ杯で優勝して、重賞初制覇を達成し、翌1969年には、関東リーディングジョッキー2位を獲得。1971年に、優秀ン馬、オークスを優勝して八大競争初制覇を達成するなど、デビュー当初から活躍。1984年には、中央競馬史上4人目のボバクラシック参観。 達成騎手となった。引退するまでの間に、全国リーディングジョッキーを2回、1987年、1991年、関東リーディングジョッキーを11回獲得。1995年に騎手として、中央競馬史上最多となる、通算2017勝を挙げ、以降2005年3月に引退するまでの間、最多勝利記録を更新し続けた、成績に関する、 つまびらかについては成績を参照。日本国外へ積極的に遠征し、その経験をもとに中央競馬に対し様々な提言を行った。また、特定の厩舎に所属せずエージェントを介して、騎乗依頼を受ける騎手業のタイルを確立した。また、日本騎手クラブ会長としても活動した。騎手引退後は競馬評論家的活動を行っている。 1948年に誕生。実家は農家で馬の育成も行っていた。岡部は物心がつくかつかないかという頃から馬に乗せられ、小学生の頃には自力で早足や駆け足を行うことができるようになった。幼少期は体質が弱く、また平均よりも身長が低かったためコンプレックスを抱くことが多かったが、 やがて乗馬においてはむしろ小柄なことが有利に働くことを知り、中学生時代には中央競馬の騎手を志すようになった。中学校3年生の秋に馬事公園の騎手養成所に願書を提出、事後に父の承諾を得て受験し、合格した。岡部は騎手になったことについて祖父の影響が強かったと述べている。実家が馬の育成を行っていたのは、 祖父の意向によるものであり、幼少期から馬に騎乗する機会を得ると同時に、馬の世話を課されたことによって、馬に対する愛情には、世話をすることの辛さが含まれることを学んだ。また、祖父に連れられて、足利競馬場に通うことが多く、競馬に親しんだ。1964年4月に、馬事公演記主要聖書に入学。16名いた、養成所の同期生には、 柴田正人、福永洋一、伊藤正則らがおり、花の十五期生と呼ばれる。岡部曰く、馬事公演の実習においては、競馬関係者の息子が、教官に、ひいきされて、能力の高い馬が当てがわれ、岡部のようなバックボーンのない者よりもいい成績を、収めた。その結果岡部は、成績の悪い者を集めた藩に振り分けられた。岡部は一死報いるために、 能力の著しく劣る馬を調教し、成績優秀者の馬に劣らぬ高いパフォーマンスを発揮させることに成功した。岡部は、教官の悲劇によって、無意識のうちに、ハングリー精神が培われたとしている。馬事公演終了後1年間の修行期間を経て、1967年に、岡部は、騎士免許を取得して、鈴木清志旧社所属騎手としてデビューする。 岡部が騎手になった当初の中央競馬会には都定制度が色濃く残されており、見習い騎手の頃には庭の掃除、草むしり、使い走り、靴磨きなどに従事した。岡部は当時存在した土定制度について縦の世界の中で先輩から技能面や精神面の指導を受け、競馬会のルールを学び取ることができる点を肯定的に評価し、 もう一度下積みから始めることに何の抵抗もないと述べている。なお岡部は、都定制度が崩壊した現在の中央競馬においては、盾の人間係によって守られつつ、技能を得得する機会がなく、若手であってもいきなり結果が求められる点を、弊害として指摘している。デビュー当初、岡部は、兄弟子であり、鈴木厩舎の主戦騎手であった高橋秀夫を目標とした。 高橋も、岡部の騎手としての資質に加え研究熱心さを高く評価して、親身に指導し、騎手を引退し、調教師となった後は岡部を主戦騎手として起用することが多かった。岡部の重賞初勝利は、高橋の管理場によるものである。そのため、両者の関係を指定関係に近いと捉える者も,もいる。岡部は1971年の年末に、アメリカを訪れ、 競争場のたくましさ、レースの激しさ、競馬関係者の情熱、機種の技術水準の高さを目の当たりにし、以後は常にアメリカの競馬を目標とするようにな。岡部は英会話を学びつつ、アメリカを中心に日本国外への遠征を繰り返し、1972年にアメリカで日本国外の競馬での初起乗を経験して以降、日本国外12カ国で133のレースに、 騎乗し、8カ国で13の勝利を挙げた。1985年7月に、西ドイツで日本国外での競馬における初勝利を挙げ、同年8月にはアメリカで日本人騎士として初めての勝利を挙げた。重傷競争では1994年に、メディパルに騎乗しマカオのマカオダービーを優勝して、日本人騎士としては初めて日本国外のダービー優勝を達成。 さらに1998年には大気シャトルに帰乗し、フランスのジャックル・マロワ賞を優勝し、悲願であった日本国外の国際 G1 制覇を成し遂げた。日本の騎手が日本国外へ遠征し、帰乗することの先駆者的存在と言われる。松山康久は国際化の先駆けとなった意味で、日本競馬の顔であると評した。岡部が引退した際、竹豊は岡部が、 日本国外で起乗したことに刺激を受けたとコメントしている。たけしは1994年、岡部について次のように語っていた。アメリカへの遠征は岡部に大きな影響を与えた。例えば、岡部のモンキーノリはアメリカ式のモンキーノリの要素、日本よりもあぶみが短く、つま先であぶみに足をかけるため、重心が、前方にある。また、 手綱を短めに持つを取り入れたものである。また、無知の持ち替え、無知を持つ手を変えて、馬の左右から無知を入れられるようにする技術は、アメリカで行われているのにした岡部が、日本で初めて実践した。岡部曰く、アメリカでのやり方を模倣して、日本で実践したことには当初、アメリカかぶれなどと批判も浴びせられたものの、その後スタンダードになったものが数多くある。 さらに自らが模倣するだけでなく、日本の競馬関係者及び競馬界に対し、アメリカに習うよう数々の提言を行った。アメリカ遠征の影響は、技術面のみならず精神面にも及び、遠征を繰り返すもなかなか勝利を挙げられないでいた、岡部に対して、クリス・マッキャロンが送った言葉、テイクイット・イージー。日本語に訳すと、無理をしないで気楽に行こうという意味は、岡部のザウの命となった。 さらに岡部は遠征中に日常会話を交わす中で日本国外の競馬関係者と比べて社会一般のルールや常識が身についていないことを自覚するようになった。岡部は良きゴルファーである前に良き社会人であれというジャック・ニクラスの言葉を引き合いに出し自戒を込めつつ日本の競馬関係者に対して 専門分野にのみ偏って、社会常識や判断力を失ってはならないと、継承を鳴らすようになった。1984年、岡部はシンボリルドルーフに起乗して、中央系バボバクラシック三冠を達成した。岡部はシンボリルドルーフについて、現在、日本で作り出せるサラブレッドの最高峰を極めた馬、と表し、騎手生活が38年間に及んだのは、 もう一度シンボリルドルフのような馬に巡り合いたいと思ったからだと述べている。競馬ファンの多くもシンボリルドルフを岡部のベストパートナーと見なしていい。騎手引退後に同じくクラシック3冠馬のディープインパクトとシンボリルドルフの比較においてはディープインパクトにはシンボリルドルフに匹敵する能力があるとしつつ欠点の少なさにおいてはシンボリルドルフの方が上であると評している。 1984年10月1日、岡部は特定の旧車に所属しないフリーランスの騎手となった。同期は所属旧車が管理する馬への騎乗を優先させて、騎乗したい馬に乗れないことへの不満にあった。岡部がフリー騎手となったことは他の騎手に影響を与え、1990年代にはトップジョッキーがフリーであることは一般的な事柄となった。さらに、 フリー機種となってから数年が経過した時に、レースにだけ集中したいという思いから、機場依頼について、エージェントを導入した。エージェントについても、岡部の行動は、他の機種に影響を与え、2006年に、JRA が、機場依頼中会社として公認するほど普及した。ライターの安部玉樹は岡部によって、優れた機種が優れた馬に乗るという、スポーツとして、 当然の法則が切り開かれたと評した。岡部は一つのレースに複数の騎乗依頼が来た場合、能力があると認めながらもそのレースでは騎乗できない競争馬への依頼を自らをしたう柴田義富、田中勝春に振り向けた。柴田、田中を受け皿とすることで依頼を断ると、その競争馬を他の機種に取られてしまいその後の騎乗が困難になるという問題に対処したのである。 岡部と柴田、田中の関係は岡部ラインと呼ばれた。1988年6月25日、岡部は福島競馬場でのレース中に落馬事故に見舞われ、左腕の握力が3キロに低下する重傷を負った。岡部は自分の未来は自分の意思で決めるという信念を持ち、競馬関係者が重んじることの多いジンクスや運といった概念を好まず、 特定の宗教を信じることのない人間であったが、事故後3週間が過ぎても、回復の兆しが見えない中で、機種生命の終わりを意識、神社に参拝して、回復を祈るほどの精神状態に追い込まれた。懸命のリハビリの結果、事故から3ヶ月後には機種への復帰が可能な程度にまで、回復した。この落馬事故について、岡部は機種生活最大の事故で、 最大級の試練であったと解雇している。なお自身は同年初春にも落馬事故にあっている。岡部はデビュー2年目の1968年に関東リーディング6位となり、その後も1976年に関東のリーディングジョッキーになるなどリーディング上位を維持し続けた。1987年に初めて全国リーディングジョッキーを獲得して以降、 2000年までの14年間に10回関東、リーディングジョッキーとなった。GI 競争においても、成功到底と呼ばれた時代にあってコンスタントに、優勝し、ミホトレーニングセンター所属の調教師だけでなく、立東トレーニングセンター所属の調教師からも、起乗依頼が寄せられ、1995年には、騎手として、中央競馬史上最多となる、通算2017勝を達成した。 GI 優勝時に起乗していた競争馬については GI 競争及び8大競争優勝馬、GI を含む優勝した重賞競争の一覧については年度別成績中央競馬のみを参照。なお、初めて中央競馬の全国リーディングジョッキーを獲得したのは騎手人生の後半を過ぎた39歳の時で、また、重賞99勝。 G.I. 競争23章は40歳以降に挙げたものである。岡部は自身の騎士人生を一流と呼ばれるには、ほど遠い地点から長い長い時間をかけて自分の居場所を築いてきた年、また自分自身を晩生型と分析している。岡部は長距離戦に強く、ダイヤモンドステークス、岡部勝利時は3200メートル、ステイヤーズステークス、 3600メートルを、それぞれ7勝、共に、レース史上最多勝ちした。8大競争においても、菊花賞、3000メートルを3勝、天皇賞、春、3200メートルを4勝し、長距離の鬼と称された。なお、1995年から引退した2005年までの、間は、日本騎士クラブ会長としてもどうした。キャリア晩年は、トレーニングによって、 20代後半のスポーツ選手と変わらないと言われる肉体を維持しつつ、一回一回競馬を楽しもう、一回一回行くよう残さずという思いで、騎乗を続け、中央競馬史上最年長の騎手として活躍した。2002年には、第126回天皇賞、秋を53歳11ヶ月28日で優勝。これは、GI 競争及び GI 級競争の中央。 競馬史上最高年齢での優勝記録である。晩年の岡部は、左膝の痛みに悩まされ続け、痛み止めの注射を打ちながら、騎乗を続けていた2002年には左足を引きずって、歩くほどに症状が悪化し、12月の有馬記念での騎乗を最後に休養に入り、左膝の半月板を手術した。 一年近くにわたるリハビリを経て2004年1月25日の中山競馬で復帰。復帰初日には丸刈り姿でレースに臨み、同日第9競争の若竹賞で、後に大賀賞を勝つダンスインザムードに起乗し一着となった。2005年にイリオカベは自身の帰乗に違和感を覚えるようになった。2月19日にイメージ通りの競馬ができなくなっている。 ことを自覚し、翌2月20日になっても改善が見られなかったため、同日のレースを最後に起乗を自粛した。同年3月10日に38年間に及ぶ騎手生活からの引退を発表し、騎士免許を返上した。引退当時岡部は中央競馬における騎士の最多勝記録を更新し続けており、史上初の通算3000勝を目前にしていたが、岡部自身は、 記録がかかっていることで迷いは生じなかったと述べている。岡部は自らの騎手人生について今与えられたことやれることをやっていくしかないと思っていた自然体の努力の結果であると振り返った。これに伴って2005年3月20日には中山競馬場で引退セレモニーが行われ同日の第10競争に予定されていた東風ステークスは 最終12競争に変更の上、レース名も岡部幸男騎手引退記念競争と変更されて、施行された。セレモニーでは後輩騎手である横山の弘らの提案で岡部を見越しに乗せ、騎手一同で担いでパドックを集会した。引退後は2006年10月から JRA アドバイザーとして採決委員や審判業務を行う。 決勝審判委員などに対しての意見や助言、若手機手に対する技術指導を行うアドバイザーを務める傍ら、フリーランスの競馬評論家的活動を行っている。機手の中には引退後に調教師となる者も多数いるが、岡部は人間関係が重んじられる。調教師は自分の肌に合う職業ではないとして、転身しなかった。 2007年4月22日に開催した元機種によるエキシビジョンレース第1回ジョッキーマスターズに出場、結果は9等中5着。翌2008年11月9日に行われた第2回ジョッキーマスターズにもばした、結果は8等中3着。2009年6月20日付で日本中央競馬会最低委員会員に就任することになった。 2013年には、筑波大学の非常勤講師に就任。同年5月27日に、初めての講義を同大学で行った。私生活での岡部は家庭を大切にし、騎手としての前世紀にも、世界で一番家族が大切、仕事と家庭、どちらかを捨てなければならない状況に直面した、ならば躊躇なく、僕は馬を辞める決断をると公言していた。岡部は、 競馬社会の血縁関係のしがらみに拘束されることを嫌い、競馬とは関係のない女性と結婚した。騎手時代の岡部は、子供の学校行事に一度も出席できなかったり、妻の出産に一度も立ち会えないなど、家族との交流が制限されていた。そのため騎手引退後は、父親と旅に出たり子供の学校行事に参加するなど、家族との交流に努めている。また、好きなこと、 現役時代にできなかったことに挑戦し、新たな趣味として、スキューバダイビングや、サーフィンなどを始めた。勝利数が、太字になっている年は、全国リーディングジョッキー、車体になっている年は、関東リーディングを獲得したことを意味する。太字の競争名は、グレード制が導入された1984年以降は、GI 競争を1983年以前は8。 大競争を指す。岡部は、アメリカ遠征時に、現地の競馬関係者が馬を中心に行動し、馬と対等の立場に立って行動することに感銘を受けた。岡部は、その経験をもとに、競馬の主役をあくまで馬とみなし、馬と同じ目線に立って、馬の気持ちを汲み取る馬優先主義の理念を提唱した。具体的には、人間の抱く無理な夢ほど馬にとって、 迷惑なことはない。無理を強いると馬の一生が変わってしまうという考え立ち、馬の将来を見据えた育成、調教、レース、ローテーション管理を行うことを提唱した。その対象は、岡部自身も年の一度の最高のレースと認める東京優秀、日本ダービーにも向けられ、ダービー出走が目的化してしまい、発育が十分でない競争場に無理なトレーニングを。 かした結果能力がそがれてしまう例も数多くあるとし、ダービーだけをもてはやすことには疑問を呈した。岡部は未完成な競争馬のダービー出走にこだわったことで、馬の能力を削いだ実例として、しばしばマティリアルの名を挙げる。また、1990年に8大競争のうち、大花賞を除く7つの優勝を達成してかは、大花賞を勝つことができるかどうかに、 競馬ファン及びマスコミの注目が集まったが、岡部は成長途上にある山菜品馬の将来のことを考えると勝利至上主義にはなれないという理由から優勝こだわりはないと発言していた。馬優先主義は当初ほとんど受け入れられなかったが徐々に浸透し、賛同者は増加していった。代表的な賛同者として後輩騎手の横山則博。 調教師の藤沢和夫や赤沢吉木、大事ファーム元代表取締理らがいる。一方、馬券を買う側の立場から馬優先主義の一部に疑問を呈した者に評論家の大川慶次郎がいる。大川は岡部の技量についてこれくらい信頼に足るジョッキーもいないナンバーワンと評価しながらも実戦で状況的な騎乗を行う点についてはレースが終わった後に 練習だったみたいなことを言われたら、金返せ。って、文句も言いたくなりますよね。一見かっこいいように見えるけど、何言ってんだって、時々思いますよと批判した。岡部自身、馬の将来を踏まえたレース運びで敗れた後に、状況は、美穂、トレーニングセンターでやと、ファンから怒鳴られた、という経験を著書に記し、そうした声に対して、正当性はよくわかるとした上で、 最後まで馬を追っていれば一着になれる可能性があるのに、それをしないで二着に割らせるということや、三着に残る可能性があるのに流してしまうなどということは、決してなかった。あくまでも、ファンを裏切らないことを心がけながら、将来を見据えたレースをしていたと説明している。岡部は、競馬のレースにおいては、事前のシミュレーションに反する状況が生まれ、その際機種には、 瞬間的な判断力と即決力が問われると述べている。それらの力を岡部は勝負感と呼び、勝負感は生まれながらに備えていなくとも努力と経験によって得ることができるとしている。また岡部はレースで馬の能力を引き出す最善策を騎手が馬に働きかける要素をできるだけ減らして馬の気持ちにできるだけ耳を貸し、すことであり、騎手が 自分の思い通りにレースを動かそうとしても、功を奏しないことが多いとしている。現役時代の公式データでは、身長161センチメートル、体重53キログラムであった。本人曰く太りにくい体質で減量に苦しんだことがなく、そのことが長く、騎手を続けられた大きな要因であった。晩年はトレーニングによって筋肉を鍛える重要性に気づき、 積極的に言った。シンボリルドルフの管理調教師であった、野平祐二は、岡部の騎手としての特徴を、競走場に、レースの仕方を教育し、どんな馬も、理想の馬、完璧な馬に作り上げようと尽くす点にあると評した。シンボリルドルフの調教助手を務め、調教師となった後に、多くの競走場の主戦騎手を岡部に任せた、藤沢和雄は、岡部が引退を発表した際に、 今の藤沢和夫は、ジョッキー、旧社関係者の間での岡部通りなの、存在なくしてはなかったとコメントした。ビワハヤヒデを管理していた、浜田光成は、コースロスが少なく勝負どころでいつも2、3番手につける、レースぶりが、関係者を非常に安心さてくれるものだったと評した。竹豊、柴田義富、田中勝春、坂本勝美は、岡部を、あらゆる面で、 すべての騎手の手本、目標であると評した。河地洋は、岡部のレースぶりについて、馬に無駄な労力をかけずに、最終的にきっちり勝っていた。騎乗していて、余裕があるんでしょうと評した。田原誠騎は、若手時代に、岡部を理想に、最も近い騎手とみなし、騎乗したレースのビデオテープを繰り返し見て、参考にした。田原は、岡部の最も素晴らしい点は、 努力をはるかに超えている努力によって体を維持している点にあると評した。オリビー・ベリエは岡部のペース判断の正確さを評価し、岡部に日本での乗り方を教えてもらったと言っても過言ではないとしている。藤田真二は岡部が持つムチを扱う技術について、無知と一体化したような柔らかでしなるような腕の動きや左右の手で持ち帰る際のスムーズさを高く評価し、 野平雄二を超えるほどの技術を持っていたのではないかと述べている。この記事では、主に、僕の競馬、僕の勝負、勝つための条件改定、審判、勝負感を参考文献として使用。産経スポーツ紙、週刊ギャロップで、現役時代から引退後の2007年1月まで連載していたエッセー。主に競馬に関する評論。 キッ当時から JRA の CM に出演しており、ジョッキーキャンペーンでナインティナインの岡村隆史と共演、引退後の2009年秋には、クラブ競馬キャンペーンの CM に、バーテンダーの役で出した。また引退後は、富士ネットワークの競馬中継、西日本の競馬ビート、かつてはドリーム競馬、東日本のみんなの競馬、かつてはみんなの競馬に、主に、 GI レースのある週にゲスト解説者としてたびたび出演しているほか NHKBS1 世界の競馬でもマスターズアイと題してレースの分析を行うコーナーを担当しているグリーンチャンネルでも自らの司会冠無理番組である岡部フロンティアシリーズを担当楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください